ウルックシャー、これはね、三男木。材料で面白そうなのは、あの二股クワガタかなと思って。結構みんなかじってるね。ここにんでそうなんだよね。ここにはね、なんか埋め戻した跡があるけど。買い物屋さん見ていらっしゃいますかね。ゆーれっくしゃー、ゆーれっくしゃー。あれ違ったっけ。出ましたね、この動きだったよね。そっちじゃないです。あ、違うの。え、もう一個の方です。そうです。おかしい、間違えた、ごめんなさい。はい、久しぶりですね。久しぶりですね。ちょっと私の暴挙にワンワン泣いてる。吠えられる。変な空気を感じた。変な空気感じたな。はい、はい、じゃあ今日はこれですね。はい、有楽者。そう、有楽者チャンネルさんでね、はい、テスターを募集されてまして。そうですね。そう、深山農園さんとのね、はい、はい、事業提携によってちょっとね、テスターを私たち当選してね、させていただくことになってるんですけど、うん、はい、それのこれはね、三卵木、ね、の方ですね。はい、卵マットと三卵木のテストを、テスターをやるという形で、うん、今回は三卵木の方ですね。はい、卵を産ませる木ですね。うん、いろいろね、何に使おうかなと思ってたんですけど、うん、まあ、材産みで面白そうなのは、あの二股クワガタかなと思って、うん、はい、私わかんないんだよ、二股の材産み。表面に埋めて埋め戻すんだよ、ね、って言ってたよね。そう、うん、だから見つけやすいは見つけやすいかなと思って、うん、うん、はい、じゃあ早速見つけていっていいですか。そうですね、はい、やっていきたいと思います。レッツゴー。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、それではやっていきますよ。で、ね、そのテスターの材とは別で、うん、一応そうそう、ね、材、うん、他の材は入れてあって、見た感じどうなんだろうな。あ、けどかじってるね。 これがあの、あ、有楽者さん。そう、かじで、この2つは違うってことだよね。そう、こっちは結構ボロボロになってるね。うん、うん、結構みんなかじってるね。そうだね、うん、もしかしたらいいかもしれんね。やる気に満ち溢れた、うん、メスなのか、ただ遊んでるだけか、遊んでるだけなのか、どうなんだろう、うん、どうしたらいい。まずはじゃあこれから見ていくか。どれ、これこっちこっちこれ、うん、うん、メスちゃんがちょうどいたな。メスいた。大丈夫ですか。うん、動いてたよ。ほら、元気でござい。もうオオクワガタでは産卵は確認できてるって言ってたもんね。そう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 、そうなんですよ。じゃあ二股ならどうなのかっていうところで、まずこの木を見てみて、うん、卵を産んでるのかどうかを。あ、めっちゃ産んでそう。あ、めっちゃ産んでそう、この辺とかね。うん、どうしたらいいこれ。ハケみたいなのでさ、うん、とりあえずちょっと表面を払ってもらって、うん、これここに産んでそうなんだよね。あ、こういうのね。なんか埋め戻した跡があるじゃん。本当だ、結構固く埋め戻すんだね。うん、どうしよう。あ、産んでる、本当だ、ここ。ん、あ、本当だ、見える？あるね。すごいね、よくわかったね、その感じで埋め戻してるのが。こうやって埋め戻すんだ、結構しっかり埋め戻すんだね。うん、あ、出た、出ました、卵ちゃん。ありましたね。あったー、トゥルルルトゥルーだね、交換音入れるなら。うん、はい、1個目ゲットです。産んでるね。産んでる、産んでる、うん、よかった。そう、なんか埋め戻してそうなところに。あ、ここどう、ここ、うん、
いいじゃないここ。あったー、やったー、当たったー。嬉しい。ここですね、わかりますか皆さん。こうやって表面にまず削って産んで、そっから埋め戻すんですよ。面白いね。コロッてやったら落ちるかな。落ちました。よいしょ、2個目ゲット。まだ卵なんだね。うんね、うん、よいしょ。あ、これは最近、うん、あの追加で材を入れたから。あ、そういうこと。うん、これ結構気に入っとるね。うん、これ気に入ってるね。うん、産まないのにかじるんだね。うん、なんかいっぱい産んでそうなところあるんだけどね。うん、まあこんな感じで、まあ産んでますね卵は。うん、産んでますね。はい、こんな感じで産んでますので、うんうんうん、ちょっと深山農園さんの材を見てみましょうか、うんうん、見てみましょうか。それからそれから深山農園さんの材のとこにいるメスちゃんが、そう、これ、あ、本当だ。綺麗、ツヤツヤしてる。本当だね。うん、ちょっと見せてね。なんだかい？見てこっか。かじった感じは この面はないか。ここは土がついてるだけか。うん。かじった感じはどうかな。この辺かじってるけど。あった！産んでるね。産んだ、産んだ、大丈夫、大成功よ。じゃあ。使えるってことだね。いける、二股でもいける、うん、やりやりやん。結構膨らんでるぜ。うん、おう、どこ行った？跳ねてたね。うん、あった。よし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 。ここら辺は、ここさっき見たとこ違うか。産んでるじゃん、やったよ、ね、大丈夫じゃないか。そこはどうなってんの。なんかすごい深い感じがあるけどね。ないか、ないね。うん、あとはこの辺めっちゃ削れてるけど、ちょっと違うっぽいよね。全体に削れてるから。遊んだだけかな。遊んだだけかな。あ、この辺怪しくない、うん、そこは怪しい。ここ怪しいよね。めっちゃ怪しかった。 100% あると思ったんだけど、あれ？ ないか。試しにかじってみただけだ。あ、でもほら穴開いてる。あれ？あった！あった。見える？やはりあった。見えるかな。この奥にあるけど、ちょっと粉が危ないから落としてみるね。ほら出てきた。よかった、うん、埋め戻し感半端なかったからね。ね、うん、なんとなく分かってきました。分かってきた。二股も分かってきた、うん、こんな感じなんですよ。へえ、面白い。この方が確かに材とかね、がっつり割らなくていいから。そう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 、やっぱり二股でも使える硬さだったね。そうだね、柔らかかったもんね、うん、ちょっと触った感じが。やったじゃん。やりましたね。うん、ないか、うん、もうないか。乾燥しきってなくて、その椎茸の菌が残ってたとしても、うんうん、
問題はないってことだね。そうだね、産むのには。うん、うん、まあ、ただそのね、その材によってか、ね、硬さ変わってくるから。そうだね、そうだね。だから一概にいいね、使えるとは限らないけど。そうだね、今回のはいけたね。材の様子を見て、うん、あ、それはどこでも言える、うん、あ、あった、これ違う。あ、そうだね、しいたけの菌がその産卵意欲を削いじゃうとかそういったものはなさそうだ ね、うん、気に入って産んでる感じだからね。うん、産んでるね、ちゃんと。うん、そう、あんまりこれが好きなやつじゃなかったらこのもう一方の方の方ばっかりに産むかなと思ってたんだけど。そうだね、そうだね、ちゃんとこっちにも産んでるもんね、うん、これだけ入れたらわかるもんね、うん、さすがに。あ、結構産んでるじゃん、ね、うん、だから全然大丈夫だね。二股でも使えますと、うん、いうところですね。あとはまあ、商品化するのであれば、うん、もうちょっとカットが綺麗な方がいい。ああ、ここのね、うん、あ、見栄え的な問題でね、うん、確かに。あと長さですよね、長さ、こういうなんかここに収まるサイズ、クリアスライダーのいいぐらいの、うん、みんなの産卵セット具合にもあれだけど、うん、だいたいね、こういうのとかにやるもんね。そう、クリアスライダーとかコバーシャッターとか。確かにそういう大きさに合わせるといいかもね。そう、そうしないとね、うん、2本も入らんとかさ。うんうんうん、そういったことがないように、うん、大きさをある程度揃えると。そうだね、その方が使いやすいね。助かるよね。うん、自然な感じがしてていいけどね、うん、これはこれで。まあね、うん、好き好きいろいろあるからね、うん、まあ、お店で並べるとしたら これだとこう立てれないから。そうだね、どうするっていう感じだもんね。で、こうポロポロ落ちてきちゃってもね、うん、あれだもんね、まあ、今回テスターだから。そうだね、そうだね、使えるかどうかから綺麗にいろいろ改良していかれるのかな。うん、うん、ヨネちゃん TV。 あ、うん、気になったのがこれが同時期に一緒に入れたやつなんですけど、うん、意外と劣化しない感じがしない。確かにね、菌のおかげわかんないんだけど、意外となんか朽ちないし、カビもない、ね、カビも。そうだね、そう言われたらそうだね、うん、こっち若干おカビあるもんね、うん、重さは全然違うよ、こっちの方が軽い、だいぶ、うん、これは水分やっぱ含ませるから一回乾燥しちゃってるから、うん、このマットの多少残ってた水分だとか、うん、そういったものを吸収しちゃうんじゃない、うんうん、ああ、そうかもしれんね。軽く加水しただけでもこっちに全部ね、うん、なんかそんな感じがしない。そう、そんな感じする。水分の吸収率が良くなっちゃったのか知らんけど、うんうんうん、ね、うん、そうかも。そういう点ではすごくいいかもしれないね、うん、分かんないんだけどこのね、一緒に入れた、うん、同期だね。そう、同期と見比べて、うん、こっちの同期も見る。あ、これ同期じゃないじゃんね、それ後輩。そう、同期の材と比べてみてもやっぱりなんか水分をこっちは吸っちゃってるよねっていう、うん、うんうん、なんだろうね、うん、そういったことがあるのかどうなのかあれですけど、とにかく卵は、うん、取れた、しっかり産んでました、ね、しっかり産んでる、うん、あ、ここある、絶対ある、書いてないだろ。あ、あるあるある、ほら見えてきた、わかる？ここ。ほら。ああ、あった。同期も頑張ってます。うん。どっちも頑張ってくれてます。待って、こっちこっち。ん？いった？うん、あ、ここね。うん。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ね。
うん。じゃあこんな感じでよろしいですかね。うん、ですね。うん。うん、あとは動画外で見てみましょうか。そうしましょう。見たくなっちゃうけどね。うん。とりあえずね。だね。テスターとして大成功ですね。うん、そうですね。使えますね。二股クワガタ使えることが分かりました。うん、機材の硬さによってはいけます。そうだね、うん、それそこ結構大事なのね、うん、うん、ね、割と柔らかめだったから、そうですね、うん、で二股ならこれこのまま再利用できるので、あーそれいいね、うん、割らなくていいもんね、そう何度も使えるじゃん、ですよ、ありがたい、うん、はい、あの買い物屋さん見ていらっしゃいますかねそう、あの最初の時にね、すぐ出しましたよって伝えてなくても、そう見ましたっておっしゃってくださって、あそういうこと、そうそう、ごめんね、分かりにくくてそうなのでね、またね今回もこんな感じで撮れましたっていう ね、ご報告もあのしたいと思いますけど、二股もできましたと、はい、イエーイ、はい、よかった、うん、あとは二股が埋めばね、うん、よっぽど大桑形も確認は取れてるし、うん、まあほぼほぼ、うん、いけそうな気がする、いけそうな気がしますね、椎茸の菌があったとしてもそうだね、うん、うん、はい、じゃあ今日はこんな感じでよろしいでしょうか、はい、はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックで、よねちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。まだまだありそう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。